はい、皆様おはこんこ、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015ダルビッシュ有侍道パート16やっていきましょう。でね、今回から日本シリーズです。うん、で前回はね、何やかんやスピリッツで初完封、ダルビッシュにおいてはね、うん、まあいいところでいい結果が出せたんじゃないかなと思います。まあ雑談の方もね、あんまり内容を決めずに、あ、なんかベラベラ喋ってましたが、まあなんやかんやベラベラ喋れてね、あ、喋れるもんやねやとか思いながら、うん、前回のやつが一番なんか効果的に喋れたんじゃないかなと思いますね。でね、今回は一戦の先発を任されました。うん、相手もなかなかいい感じですが、頑張っていきましょう。そうですね、広島においてはあんまり調子が良くないですよね。逆に日ハムにおいては現実の世界でもすごく調子がいいですよね。まあ、栗山監督の采配がいいのか、それともここの選手がすごいのか、まあどっちも組み合わさってるのか、まあ、なんとも言えませんが、日ハムは強いですね。うん、まあこれからそうですね、交流戦も今日で終わり、まあ今撮ってるのが6月14日なんですけど、交流戦が今日で終わってね、うん、なんやかんや来るんじゃないかな日ハム、これから先ね。うん、頑張ってほしいなと思います。好きなチームなのでね。うん、よし。うわー、菊池もええ成績残してるね。うん、さあ頑張っていきましょう。うわー、取って、うわー、取れんかー、取ってほしかったな今のは。うん、ちょっと1戦目は厳しいかな。あ、とりあえず多分スピリッツだと思いますが、見せときます。うん、はい、スピリッツですね。相手の打力は、うん、相変わりのスピリッツですね。うん、バントする気配はないのね。走ってきたし。初球はボールになりました。ランナー、アホや。はい、やりました。ダルビッシュの素晴らしい牽制。うん、これありがたいね。だいぶありがたい。血迷ったねあいつ。うん、ボール先行です。まあ、菊池があんな姿僕は見たことないですけどね。ああ、絶対しないでしょうか。打ちました。どうだ。オッケー、いいとこ守ってる。まあ、正義はね、そこまで足は速くないのでね、うん、まあ、丸の方が厄介ですね。あ、今回の丸の成績はそこまで良くないね。うん、前回丸がね、3割3分、ホームラン34本、打点120ぐらいの時がありましたよ。うん、その時は焦りました。どういう設定なんでしょうね。どうやったら、うん、調子が良くなって、どうやったら調子が悪いっていう設定なんでしょう。うん、まあ、なんとも言えませんが。よし、これライトフライやろ。え、そんなところに飛んでたの。はぁ、見た、回り込むことをしないよね。あ、絶対直線的にしか走ってくれないよね。うん、それは守備をしててずっと思いますね。おえやはり先に点をやりたくないのでね、ここは集中ですよ。エルルって左ミートはそんなにない。あ、右ミートはそんなにないんですね。うん、嬉しい。よし、ナイスボール。いや、ボール球にしたかったけど、まあ、ラッキーですね。ああ、向こうも前剣ですからね。で、次黒田でしょ、大瀬良でしょ。いやー、勝てないよね。で、野村とか投げてくるでしょ、そのうち。ああ、なかなかやっぱり強い打線ですよね。ああ、よし。まあ、2回連続完封は無理じゃないかなとは思ってます。さすがに 3,4 点は取られるんだよ。まあ、前回はね、そのなんていうの、チャンス、向こうがチャンスを作るにしてもワンアウト取った後とかツーアウト取った後、まあ最初のアウトはしっかり取れてたのが大きかったですけどね。まあ、1回打たれると手がつけられなくなるというか、セットポジションになった後のね、その相手の打撃の能力の上がりようがすごいですからね。全員ミート A、パワー A みたいになりますからね。うん、そこがスピリッツの厄介なところですよね。絶対能力値上がってると思うんですよね。てかすごかったね、松山の打率。うわ、危ね。先発ピッチャー、おし、そしてキャッチャーは、まあ、カーブかな、とりあえず。カーブ打線がどう、で、フォーク、とりあえずフォーク。いや、落ちる球を選択しましたが、スライダー、手を出しませんでした。よし、ナイスボール。いいね。石原で切っときたいね。次は9番から始めれるといろんな意味で助かる。よし、フォーク。ノーボール、ツーストライク。当ててきたか、高め。オッケー。めっちゃ思いっきり振ったんかな、あんだけよろめくってね。
よし、じゃあ雑談でもしていきましょうか。まあね、やっぱり大阪の魅力を語るという題名もありますから、やっぱり最後2つは大阪について語っていきたいかなと思いますね。うん、で前回はね、大阪についてルクア、まあ、ルクアの中のモクモクっていう多様の屋さん、うん、野菜のお店なんですけど、そのついて話して、うん、まあ、ルクアいいで、まあ、そのあたりを喋ったので、まあ、今回はね、ちょっと阪急側寄りの、うん、話をしていけたらなと思ってます。でね、その JR の近くは、それこそヨドバシで、ルクはルクはいいでっていうのがまあ大きい建物なんですよ。まあ、あとはグランフロントね。うん、まあ、グランフロントはちょっとね、ハイブランドなんで、うん、僕たちぐらいの年の人は、もう僕たちぐらいは僕手が出せるんかな。やっぱり学生の人からはちょっと手が出しにくいタイプのお店が多いですかね。うん、で、まあ、ルクア。で、ルクア入りもちょっとハイブランドかな。どちらかといえば百貨店より、うん、そういうなんか若者系の方ではなく百貨店よりっていうタイプの。まあ、店の構えはそうではないですけどね、うん、値段的にっていう話です。まあそのルクアはね、どちらか、なんかめっちゃ打ち取ったあたりじゃなかった今。違う。まあ、ルクアはね、どっちかといえばイオンとかああいう系にありそうな、まあ、皆さんが知ってる、うん、そして手が出しやすいブランドが多く入っている感じですね。で阪急の方はね、まあ、言わずも知れたヘップ、まあ、その後オーパーで阪神、阪急、まあ、そうですね、まあ、JR の方は大丸っていうのもありますけどね、もう東急ハンズとか入ってますけど、まあ、その阪急よりは阪神、阪急でヘップ、オーパーっていうのがまあ主流の大きい建物ですかね、うん、であとはまあ地下とか、まあ、ちょっと周りにもそれなりにポツポツとお店があって、でもう少し奥に行くとね、茶屋町っていうところで、まあそうですね、あのロフトとか、まあ、サンマルクカフェとか、まあ、どっちかというとカフェ系が多いおしゃれな街になりますね。あとはニュープラスとか、うん、そうですね、カフェとかケーキ屋さんとかホット、まあ、みんなが好きな何でしたっけ、パンケーキ屋さんがぼちぼちバターとかね、うん、あるような感じですね。パンケーキ僕好きですけど、まあね、こんな女の人に言ったら怒られるでしょうけど、まあ、家でホットケーキ作っても同じような味するんじゃねとか僕は思うんですけどね、まあ、好きですよ、うん、お店として。あの動画の中でもね、何個か紹介させてもらったものもありますけど、うん、全然嫌いじゃないですけど、まあなんか、うん、ナイスプレーやったね、ありがとう田中。ダブルプレーに仕留めましたが、そうですね、まあその中でピックアップするというならどうでしょうね。まあご飯系、ご飯系で言えばそうですね、どこも美味しいとこ多いですけど、例えば韓国料理とかで言えば、あのニュープラスの上にね、ワンスっていう韓国屋さんがあるんで、韓国料理屋さんねがあって、まあそこはね、あのまあほとんど僕が行った時はほとんど女の人で、うまい。朝がその朝というかランチがね、結構韓国料理、結構凝った韓国料理が1000円ぐらいで食べ放題だったかな。で夜は結構バーみたいな感じ、バーというか、まあ、居酒屋とは言いませんけど雰囲気のいいバーみたいな、バーほどはいかないですけど、バーと居酒屋の間みたいな、うん、そんなお店になって、まあ美味しく韓国料理が食べれますね。僕は好きですけどね、うん、とかそうですね、あ久しぶりリアードがいらしたね、エラーではないけど、そうですね、だいたい阪急の上は美味しいお店多いです、うん、カレー屋さんにしろハンバーグ屋さんにしろ、うん、どうだ無理かアウト、そうか、そうですね、結構迷ったらね阪急の上いいと思いますよ。ほらだいたい高島屋とかあの装置系の上のお店って高いじゃないですか。なんかこう受け付けない、こう若者を受け付けないで学生を受け付けないような雰囲気ってあるじゃないですか。あのね、その阪急の上はそういうことなくての結構若者
寄りの体温の屋さんが多くてね、あの行きやすいと思いますよ。学生の皆さんもこれ見てくれてる人ね、バンキの上あんまり行ったことないねって、あそういえばヘップよく行ってるわとか、ヘップの上とか特にもう学生は超行きやすいと思うんですよ。それこそなんかデザート王国とかね、まあスパゲティ屋さんも多いですし、パフェ屋さん、ケーキ屋さんもありますし、まあとんかつ屋さんとかでもなんか入りやすそうだ、とんかつ屋さん、夢よしやったかな。まああとはスタバとサンマルクカフェとかはね、やべやばいなこれは。うん、そんな感じでね、まあ、ヘップはヘップの上は特に入りやすいと思うんですよ。うん、まあ僕はね、あそこのあの人の多さちょっと受け付けないんでね、大阪人じゃないのかなとか思いながらね、ほら大阪人って歩くとかも早いんですよ。正直僕結構歩くのが遅くてね、友達とかおるとね、みんな歩くの早くてね、ついていくのが必死なんですけど、うん、前通勤してる時とかもね、どんどん人から抜かされていくっていうね、ことが毎日の話なんですけど、やべファウルになってほしい。よし、切りました、ファウルボール。まあそうですね、オッケー。変化球打った、セカンド取った。まああと美味しいお店といえばそうですね、まあさっきも言いました茶山市のバターとか、あとはあそこですね、三田製麺所っていうところがあるんですよ、茶山市の近くにね。まあ調べてくれたら結構有名なとこやと思うんで、三田製麺所やと思うんですけど、うん、違ったらテレポ貼ってきます。うん、オッケー。まあそうなんですけど、うん、すごく美味しいつけ麺屋さん、僕つけ麺よりラーメン派なんですけどね、どう考えても。でもそこはねつけ麺がすごく美味しくてね、まあつけ麺食べたんですけどめっちゃ美味しかったですね、つけ麺。うん、てか初回に先頭打者にどんだけヒットばっか打たれてんねん、てかどんだけゼロに並べてきてんねんって話ですけどね。てかもう一個言わせてもらうと、どんだけ毎点から点取られへんねんって話ですけどね。まあ、バッド刺しましょう、福南にね。おラッキー、ラッキー。石原ってバント得意じゃなかったっけ。まあいいか、そういう時もあるでしょう。まあ1球で仕留められたのは大きかったですよね。まあまだピンチが続いてるんですけど、やべ、うわ取れんか。まあしょうがないね、このヒットはね甘かったからね。うん、これ引っ張ってほしかったな、引っ張ったらちょうどなんかゲッツーっぽかった気がするけど、ゲッツーじゃない、あのライトフライやった気がするけど、まあそうですね、そんな感じかな。まあ梅田はね結構回るとこも多くて、東梅田もあれば、そうですね、西梅田もあるし、うわゲッツーシフトやったらゲッツーやったかもね。さすがに均衡が破られたか。まあ多分東梅田の方に行ったらね、それこそあのライオンキングとかそういう劇団なんちゃらが見れると思います。ライオンキングとかはね、みんな見たことあるって人、僕は見たことないんですけど、見たことあるっていう人たちはすごく楽しいってみんな言ってましたね。だから皆さんね、そういう機会があれば行ってみたらいかがでしょうかね。そうですね、そんな話ぐらいかな。やっぱまああとはね、しっかり抑えましょう。せっかくの日本シリーズですね、日本シリーズ感をちょっと味わいながら、やっていきましょうか。ちょうど満塁の面白いところですしね。エルドレッドは今日結構三振取ってるんじゃない。でも球威がなくなってきてるから、いやちょっとやばい気がするけど、今日はフォークボール振ってくれないか。よし、点取ってほしいな。もうなんか取る気配ないよね。てか12安打して1点しか許してないこのダルビッシュのピッチングね。まあヒットは打たれるんですよ、やっぱりあのスピリッツ相手やとね。でもこうやってなんか序盤はね結構スピリッツ相手でパーフェクト相手に打たれるとね、こう後半になってこう一番いい時に結構こうやっていいピッチングができると、なんかこう少し上達したんかなと思ってね、自分でもまあ楽しかったりしますよね。まあ、スタープレイヤーの楽しさはそこですよね。だって一人のやっぱりこうペナントレースをやってると、あのいろんな選手を動かさないといけないから、やっぱりタイミングって合わないじゃないですか。その
コントロールもね、 A コントロールが A の人もいれば G の人もいますから、うん、それを綺麗に合わせれるっていう人はやっぱり少ないと思うんですよ、正直。それを綺麗に動かせる人はやっぱり本当にもう熟練されたものがあるんでしょうけど、僕にはねそういうほどの技術がないし、まあそんな技術を持ってしまったらそれこそなんかもう作業芸になっちゃうと思うので、それは面白くないかなと思ってね。ダメか、ベストピッチのインハイ、そんな綺麗に、インハイじゃないインロー、そんな綺麗に弾かれちゃうパティーンですか。辛いね。変えられちゃうかな、変えられちゃいましたね。逆転してくれへんかな。マイケンすごいね。ダメやったねこれ。普通に完封してても勝てなかったですね。でもまあ2失点役目を果たしたんじゃないですかね。まあ大阪の話もできましたし、この雑談にしたかった話は、あと1個、あと1個、まあどっちでも、もう1個の方はねどっちでもいいんですけど、まあ話したいことを話せてるかなと思いますね。まあまたね別の、まあ、プロスピアってやっぱり集中せなあかんとこもあるので、違うゲームを使ってね雑談プレイっていうのをね長期間にあたってやれるやつもあればいいかなと今は考えております。じゃあね結果だけ見ていきましょう、次の登板までね。大谷対黒田もね見てみたいですね。さすがに勝つでしょう。いいね、これで次の登板はあるんじゃないかな。多分。でもやっぱり日本シリーズっていうのは投手戦が多いですよね。やっぱりこう打ち合い合戦っていうのは最近あんまり見ないですよね。噂されたら大瀬良とかそうですね。お、いいね、次も勝ってほしいな。勝たんかな、もう一回ぐらい。まだ登板はないでしょ、さすがに4戦目はないんじゃない。誰、浦野とジョンソンか。勝て、よし。どうでしょう、次かな、明日かな。それこそ今3勝1敗ですからね、いいところで登板したいな。どう、ダルビッシュ。はい、ダルビッシュでした。マイケンじゃなかったら嬉しいな。はい、頑張ろう、よう頑張って。クリか、オッケー。じゃあ今回はこれぐらいにして、また次回やっていきたいと思います。まあ次回が多分最終回やと思います。まあどう考えてもね、まあさすがに5戦投げて7戦目投げるとかはないと思うので、次回最終回やっていきたいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。また次回見てくれたら嬉しいです。それではね、宗介でした。さようなら。